新年明けましておめでとうございます。今年1年もよろしくお願いします。どうもギフライターともです。新年一発目はいきなり寝起きから動画を撮ってるんですけど、今回はねお正月ということで福袋買いました。コレクティブから出てる福袋なんですけど、皆さんはシムというアーティストご存知でしょうか。ちょうど僕が今着てるこのサキュバス T シャツもね、そのシムのバンド T シャツなんですけど、そのシムというアーティストの福袋で、名前がねデスボックスということで、ボーカルのマーさんがめちゃめちゃエーペックスハマってるってことで、すごい好きなバンドの福袋、先着順限定の福袋売ってたので買いました。じゃあ早速開けていきたいと思います。よし、じゃあ開けていきましょう。僕のスパレジェで開けていきたいと思います。一応中身は2018年から19年のグッズが復刻っていう感じの福袋でした。さあ中身はマジで分かんないんですよね。何が入ってるのか。はい、お、早速デスボックスがいきなりデスボックスが出てきましたね。うわーすげえ、サイン入りじゃん。 2022 Vilvia Vera Via。 まあということで、今年1年もいい年にしていきましょうということで、マーとゴリとシンと翔平のサイン入りのデスボックス、なんだろう、この微妙なサイズの何かポスターカードっぽいのが入ってました。こっち面で飾っておこう。もちろんシム福 AL ということで、この福がローマ字っていうのもなんかいいですね、この商品名。さあ何が入ってるのか、かなりいろいろ入ってるみたいですね。まず一番上にあるこれはシムのポーチですね。女性男性っていう分け方ではなかったので、本当にいろいろ入ってるっていう感じだと思います。まずはポーチが入ってました。そして次これはタオルかな。シムの売りのジャンル、レゲパンクス、まあ、あの一番皆さんが持ってるかなっていう感じのハンドタオルですね。この文字がピンクとか白とかも結構有名なやつなんで、皆さんこれもよく持ってるんじゃないでしょうか。あとこれは服かな。正面はここの胸のロゴと、あとはこの一番下にシムの割と新しめのロゴが入ってますね。で袖の部分が、袖の部分がなんかデッドバイデイライトみたいな 1,2,3,4,5 って、あの日にち数える時みたいなやつが刻まれてて、反対側には Silence is mine S-I-M SIM という感じで、袖にロゴが入っている、まあロンティーというかこうストリート系あるあるの感じのデザインですね。で後ろにはちょっとこの12秒フォントの SIM と書いてあります。このロンティーいいね、使いやすそう。これは T シャツですね、半袖の T シャツ、レゲエパンクス正面に書いてあって、お、後ろがいいですね、このコウモリのサイレンスイズマイン。シムってねやっぱりかっこいいグッズとかね、ロゴもかっこいいんですよね。お、これって Higher than high、 これもなんかの歌詞なんですよね。結構シムのグッズでこういった文字が書かれる時って何かの曲の歌詞がプリントされることが多いので、これもおそらく何かの歌詞ですね。背面はシンプルにシムと。やばい、もう猫の毛がついちゃった。そしてラストの前に、今最後にちっちゃくラバ版が出てきましたね。はい、これもサイレンスイズマイン。いいね。街中とか歩いてると、こういうライブとかフェス好きの人たちってリュックとかにね、大量の自分の好きなバンドのラバ版をつけることが多いと思うんですけど、これもそのうちの一つみたいな感じですね。うん、かっこいいね。そして最後これがパーカーかな。結構分厚めの生地であったかそうだぞ。ここがあって、後ろ、あーこれか、なんかこれ発売された時に買おうか迷ったやつだな。 Silence is a fucking mine ということで、1年2年くらい前に欲しくて、でもなんか知らんけど買わんかったパーカーも手に入りました。はい、ということで 1,2,3,4,5,6,7 点入ってましたね、プラスサイン入りのポスターカード。内容はこんな感じでした。これで一応福袋の値段が8000円だったので、言い方あれですけどめちゃめちゃ元は取れてると思います。こういったグッズ系って、例えばパーカーだったりロンティー一つにしても、まあ、数千円いい値段するので、これが8000円で全て手に入ったって思うとめちゃめちゃ買ってよかったなと思います。しかもこのパーカーに至ってはね、欲しいやつだったので、今年1年もいい年になりそうです。よく見たらこれもベースボールバットの歌詞かな、多分なんかこういうサビこんな感じの歌詞でしたよね確か。ということで、バンド好きシム好きの方、ぜひね高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。こうやってちょっとずつね、どんどん自分の趣味を拡散していって同じ仲間を見つけれたら嬉しいので、
ぜひね、これからも応援よろしくお願いします。それでは、今年1年も良い年にしましょう。3、2、1。